じゃあこれで、うわー、はい、いいです。ちょっとね、分かりやすいからちょっとね、水の了解にしてみました。このなんだろう、送り期間とか空気感とか、これ配信だとなかなかどうだろう、伝わるかな。綺麗だね、後ろの配信で伝わるか分かんないんですけど、光の加減とかがね、ものすごくこう細かいディテールというかね、伝わるかな。配信じゃあんまり分かんないかな。いわゆるもう今すでにね、 PC で遊んでる人なんかの超ハイスペックな PC 持ってる人は、フル HD の 60fps で動いてるんですよ、これ。おー、フル HD、はい、ですね。分かってない分かってない方がいらっしゃる。あれ、はい、ちょっと戦ってますか。はい、じゃあバトルシーンも見せて。ただ今開発中なんでね、なんか突然落ちたりしたらごめんなさいね。はい、さあ、じゃあ技のエフェクトとかもね、細かく。もあ、やっぱキラキラして、やっぱ鮮やかですよね、色がね。後ほどね、ちょっと細かく見せますけど、うん、顔のテクスチャーとかね、顔のテクスチャーはね、書き直してる。あ、もうプレイステーション4版のために書き直しをしている。じゃあかなり気合いは入ってますね。そうなんですよ。2番かわいい。さあ、じゃあその顔の方もちょっと顔によると分かるんですけど、やっぱりイベントシーンとかだとどうしてもね、やっぱり寄った時にちょっとぼやけちゃうっていたのがやっぱり気にはなっていたので、うん、はいはい、ほら X 君がイケメンになったでしょ。あとコメントにもありますけど、手はというコメントもありますね。手もね、分かるかなこれ、はい、どれ伝わるかな、これで分かるかな。そうなんですね、これほら、これ分かる分かる。 いわゆるその、ミトンと呼ばれてたのがミトンじゃなくなります。このクリームパンみたいなね、そう感じだったのがちゃんと、ほらこの後さ、分かるかなこれ、分かるかな、このね、60fps の誘う踊り。これ動画だと伝わんないね、多分ね。これは、まあ需要はあるね。滑らかさがだいぶ違うんだけど、こっちコメントにありますけど、指が5本になったということは、はい、指輪も5個、そびはできない。これはね、できない。リッキー次第。あ、部分もらいました。なるほど。じゃあコメント拾っただけなんですけどね。僕の胸には響きました。はい、どうせまだ配信もちょっとなかなかね、ちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、まあ、はいはい、対局見てる人はちょっと大きいスクリーンではあるんですけど、これ綺麗さはなんとなく伝わって、光の加減とかね。そうなんですよね。僕のなんか、なんだろう、円形の表現とかね。うん、はい、ちょっとじゃあ街の中、これ今これもね、開発環境に入ってるんで、はい、誰もいないんですけど、この世界に今は、はい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 、X 君しかいないんですけど、後ろのイソギンチャクなんかもすごく綺麗にね、さっき見えましたけどね、はい、おチャンプスター相手にね、あ、ちょっとこうリーフェース。いいですね、こうぬるぬると、はい、一つ一つの動作、やっぱ表情とかがね、指もそうですけど、豊かになるとね、ちょっとまあね、せっかく多分皆さん最近大きいテレビ買ってる人も、まあ特にね、オリンピックにかけてね、はい、大きいテレビ買う人とかもいると思うので、ぜひこの綺麗な画面で遊んでもらうのもいいんじゃないかなと思います。はいはい、まあ今ね、パソコンでハイスペックの PC をね、もしかしたら家庭の HDMI で大きいテレビで出してる人もいるかもしれないですけど、はい、まあそういう人にとってみても、顔のグラフィックを全部書き直し、まあ指もちゃんと5本にしてっていうのも、ちゃんとそのタイミングに合わせてやりますので、はい、ぜひそれはお楽しみにしていただきたいなと思います。みんな気になりますよね、はい、うん、おさあ、ルシュカに入ってまいります。街の中もこんな感じで、比べないとなかなかわからないかもしれないけど、綺麗に、綺麗表現できてるんじゃないかなと思います、あ、音もいいってコメントもありますね、
そう、これも言わなきゃいけなかった。あの、はいはい、今今日はプレイステーション4版あのお見せしてますけど、はい、任天堂スイッチ版も鋭意並行して開発してますので、そちらもまだね、あのスイッチそもそも発売してないですからね。そう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 、俺勝手に見せちゃってもちょっといろいろ問題あるから。そうそうそう、そもそもね、まだね、ちょっといろいろ言いますね。いろいろ、ね、ジャンフェスですけど、はい、ね、いろいろ言うんだなっていう感じはしますけどね。まあでもコメントでもいろいろありますけどね、気になることいっぱいありますよね、はい、まあ、トロフィーとかね、まあ、リモートプレイはね、うん、標準かもしれない。リモートはね、怒られるかな、リモートできるようにしますよ。おー、はい、まあ標準でね、できるのもね、まあ、できないゲームもあるとは思うんですけど、うん、はい、多いですけどもね。はいはい、お、じゃあここでちょっとサービスで一応用意しておいたので、うん。これはちょっといろんなところ見たくなりますよね、今まで冒険したところでも。どうしてもほら、今までなかなかプレイステーション4版の話できなかったので、はい、いや実際作ってないんじゃないのみたいな話があるじゃないですか、うん、でもまあ一応今日こうやってお見せできたので、そこはご安心していただきたいなと思います、はい、ね、しかも顔も指も書き直ししているし、はい、ね、もう水の了解までもうすでにありますからね、うん、ここら辺に確かリュウグウオウがいた気がする。ああ、はいはいはい、その子とちょっと遊んでから。お、ちょっとあの大きいシンボルのやつですよね。今日は機嫌が悪くていないかもしれないですね。うん、今実際みんな、皆さんどのハードでやってらっしゃるんですかね。そうだね、ね、今皆さんどのハードでプラットフォームでやられてるんだろう。PC の方も、PC 多いね、ね、Wii の方も、Wii U の方もいらっしゃいますね。ありがたいですね。ダメだ、いない。あ、いい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 。目の前にいたり。あ、スイッチ版待ってますって方もいらっしゃいますね。さあ、リュウグウオウ。これあの今まだほら開発中なんで、武器の切り替えのところの、あのアイコンとかもまだ入ってなかったりとか、あ、はいはいはい、そこら辺はちょっとこれから調整していきます、うんうん、そうですね、これプレイステーション4版のね、例でございます。そうなんですよ、今ね、いろいろまだゲームって作ればいいことじゃなくて、じゃあそのアカウント周りどうすんねんとかね、そこら辺の話を実はいろいろあの SIE さんとしながらやる。そうですよね、まあ、サーバー含め。そうなんです、あの一つ安心していただきたいのは、今遊んでいる皆さんと同じ世界を冒険できるので、まだねドラゴンクエスト10遊んでない方がいたら、まあ、でも今まで遊べるハードなかったんですよって人がいたら、ぜひそのお友達とも一緒に遊びますので、ぜひ遊んでいただきたいなと思います。よかったー一緒に遊べるよ、みんな。そう、ここだけはね、ご安心ください。うん、ありがたいですね。あ、ちょっと BGM が大きいのかな、大丈夫かな、聞こえますかね、大丈夫かな。はい、 3DS 版でね、やってらっしゃる方もね、コメントでも言いましたけど、あ、地味に180スキル使いましたけど、まあ、あ、こんな感じで、はい、はい、こんな感じでね、ドラゴンクエスト10のプレイステーション4版のプレイご覧いただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんないかがだったでしょうか。ね、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、はい、まあ、分かりづらかったところをパワーポイントで一番言いたいところをちょっともう一回出してもらえますか。こちらです。はい、これが今まで、これからはこうなります。あ、もう一回戻してください。これがこう。もう一回戻してください。これがこうです。うわー、はい、それを高速で回してください。いや、無茶、ちょっと、はい、やってくれ、無茶言わないで、無茶よ、はいはい、すいません、スタッフさん、ありがとうございます、はい、本当に。まあ、これちょっとね、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、楽しみにお待ちくださいということで、以上、聞かせて未来のアストルテでございました。